皆さんこんにちは、ワンダルグルビーチです。では今回は、ハーツオーバーヤホーカイザーライヒ、日本軍プレイ、続きをやっていきたいと思います。カイザーライヒは、ドイツ軍が第一次大戦で勝利したという仮定のシナリオに基づいたプレイスタイルになっています。現在日本はですね、史実に近い形で日中戦争に突入しています。アメリカは依然内戦中ということです。混乱が起きている中、いかに素早く中国を屈服させることができるかというのが一つ大きなポイントになってくるかなというふうに思っています。それと前回モンゴルですね、ここへの支援を決定してますので、モンゴルの救援のために、騎兵隊、これはまさにね、馬に乗った部隊ですが、これと、あとは、戦車部隊。これを急いで派遣してモンゴルの救援に向かわせます。モンゴルはというと、首都ウルガの近くまで新政府軍が迫っているというところなので、これを救援したいという思いですね。救援、残念ながら間に合わなかったですね。モンゴルが新政府に併合されています。ただ、その分我々が獲得できる領土が増えたというふうに前向きに捉えましょう。新政府を撃破すればモンゴル手に入りますからね。航空決戦の状況なんですけども、南京近辺では日本軍優勢。一方、大原ですね。この辺りは黄色なので一進一退というところで、ここに戦力増強してもいいかもしれないですね。航空戦力増強をちょっと測ってみましょう。最新の戦闘機。これをいくつか配備できれば、状況も変わってこようかなというところですね。重戦闘機投入します。これで大原上空の航空戦、有利に進めたいところですよね。状況を見守っていきます。はい。重戦闘機投入したことによって、大原の上空も制空権完全に掌握できたようです。これで少しずつまた戦況も良くなってくるかなというふうに期待を持っています。戦争とはあまり関係ないところのニュースとして、ワールドカップブラジル優勝というニュース出てますね。結構このハーツオーバーヤの方では、今回はワールドカップのニュース出てますけど、オリンピックとか、そういうニュースも取り上げてくれるので面白いですよね。現在の作戦目標、大原と南京、ここに向けて進軍中というところですが、まずは南京の状況を確認します。もう南京の目前までは迫ってますね。南京の飛行場を取ることができたら制圧完了できるかなというところまで迫ってきています。上海は現状独立都市として成立している状況なので、南京を取っても残念ながら大都市上海は手に入らないというところありますが、それでも南京取れると大きいですからね。まずは南京取りましょう。エースパイロット昇進ということで、エースパイロットが生まれ出てきましたね。航空戦も本格化しつつあるので、これからエースパイロットが続々と生まれ出てきてくれるんじゃないかなというふうには思います。このエースパイロットは早速、投入をね、していきたいというふうに思います。安吉。朝日片岡。最大飛行速度プラス 5%。対空攻撃プラス 6%。機動性プラス 10% ですね。惜しみなく、このあたりのエースパイロットが生まれ出たら投入していくという考えで進めていきます。さあ、南京、目前まで迫ったところで、南京近くの飛行場を先に占領完了してます。そしたら、ここにまた、航空機配備していきましょう。近接航空支援機の数がちょっと足りていないというのはあるので、近接航空支援機、この後増強をかけていければいいかなと。いうところですね。それに合わせて空母機動部隊の一部ですね。これを上海近海まで要請を行って、この近くで空母艦載機の航空戦力もうまく使っていきたいと思います。今現状空母艦載機、艦隊戦、海戦がないので遊んじゃってるような状態なので、この遊んじゃってる戦力を有効活用しましょうというところですね。
特に沿岸での作戦を行う場合には、この、空母に艦載している艦載機使わない手はないと思いますので、しっかり使っていきます。はい、フィリピンの海軍基地ということで、まあ現状アメリカ内戦状態に入っていて、フィリピンの領有権を持っていないアメリカというのを踏まえた上でですね、日本がここに対して進出を図ろうかという話出ていますね。選択肢2つです。彼らの取引、つまりフィリピンに取引を提案する、あるいはもうこれいらないよとするかなんですが、まあ提案してみましょう。通るか通らないかっていうのはまた別問題ですからね。はい、フィリピン資金調達を望むということで、取引に応じる場合には、向こうの取引にも応じろということですね。ここは割に合わないということで、まあ取引を中止するか、もしくは乗るか。その場合はですね、消費控除 5%、30日間得られます。これ乗りましょう。政治力一時的にマイナスにはなりますけども、よしとしたいと思います。南京の戦いですね。田中さんが前線で指揮を取ってくれていて、もうすぐ南京陥落させることができそう。まあ、そういう状況になってきています。実はここに海兵隊も投入しています。南京目前まで迫ったものの、なかなか取り切れるというところまでいけなかったので、海兵隊、これを投入しています。イタリア、ここも戦争になってますね。せっかくなんでイタリアの状況を確認しましょう。こんな感じでーす。イタリア共和国とイタリア社会主義共和国が戦争に入ったというところですね。ミラノとトリノの戦いですね。画面の左側、日中戦争ですが、全部で大きな6つの都市の支配、これを188日あるいは204日以内に達成するとボーナス得られそうなんですけども、ちょっと厳しそうですね。北京は攻略済み、南京も攻略できるかなと思うんですけど、洛陽がちょっと遠いかなと思ってます。はい、南部の戦線はうまく機能してるんですけども、北部がちょっときつくなってきてる様相があるので、ここをテコ入れが必要かなと思ってます。大陸での戦争が泥沼化してる中ではありますが、先ほどのイベントで3つ艦上戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機のどれを重点的に開発するかという中で、艦上戦闘機選択したんですけども、これで冷戦の試作機製作完了という話来てますね。これを早速生産体制に乗せていきましょう。艦上タイプの戦闘機ですね。これを冷戦に変えます。はい、法典政府、これが新政府に対して宣戦を布告ということで、まあ我々の味方になってくれるという情勢ですね。第5次砲直戦争です。まあちょっとずつ状況が悪化している中、これは嬉しい、すごくありがたいニュースかなと思いますので、うまくこの状況を利用していきます。法典の介入によって、北部の戦線がだいぶ改善してくれそうな気配がありますね。これは本当にありがたいです。この先まだまだ戦争が続くと思われる中、今限定的徴兵採用してるんですが、これ大規模徴兵に変えます。デメリットも多いですけども、人的資源が少しずつ目減りしてきている感じがしますので、ここは徴兵制度を変えます。面白いところでは、帝国協定にブラジルが加盟、まあ、つまりドイツの陣営に入ったということですね。はい、フィリピンを大東亜共栄圏に入ってもらおうという話出てますね。提案しましょう。大東亜共栄圏にフィリピン加盟です。ちょっと陣営をせっかくなんで見ておきましょうか。大東亜共栄圏こんな感じですね。まあ、今のところ、
フィリピンが新たに加入してくれたという以外はないんですけども、法典政府も事実上、我々の陣営に近い動きをしてくれているので、まあ、そこは心強く思ってはいます。早速、フィリピンには戦争への参戦要請しておきます。今一つちょっと面白い作戦実行しようとしてます。帝国軍なんですけども、台湾からですね、一度この泉州に強襲上陸、海兵隊を送ってみようという作戦ですね。これの上陸支援には山本五十六さんの第一艦隊は出ています。うまく上陸できて敵の後ろをつくことができればですね、この泉州、飛行場もあるのでうまく機能するとすごい効力発揮してくれるかもしれないなというところで、まずは上陸うまくいきましたね。早速、航空隊を配備しながら戦っていきたいと思います。ここがうまくはまってくれるかどうかで、この対戦、まあ、ある意味一つ大きな転換点なるかもしれないですよね。うまく敵を後ろからね、召してくれたらすごくいいですよね。まあ、残念なのが制空権持ってるのが法典政府なので、侵略しても法典政府のものになってしまうというのはあるんですけども、まあ、将来的に法典政府は我が軍の軍門に下ってもらうという前提のもと、ガリガリ進めていっちゃいます。新政府の前にまずは、国民革命政府。これを降伏させることに成功しています。まずは第一歩というところですかね。大きな戦果だと思います。この後は新政府軍ですね。これも撃破してなんとか降伏、西安まで、進軍をしていきたいというふうに思いますが、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その模様をお届けしていきたいと思います。